ロバート・デ・ピーコのロバートは主に歌い手のことを言います。ニンニク餃子、ニンニク餃子ラーメン。ロバート・デ・ピーコのでは主に伴奏を行う者のことを言います。あ、間違えた。ライブで歌う曲はその場で探します。これは、いや、ないっしょ。あ、じゃあこれ。いや、無理無理。じゃあこれ行こうよ。ああ、いいね。代表曲、核爆弾はいらねえが、学院もなんていう、学にいなくて、学なくても歌います。核弾、核爆弾はいらねえよ、核爆弾はいらねえよ。本当にすいません。ちょっと、この間のペルソン思い出しました。